いるいる。あ、すずいる。いて。大層のご挨拶じゃねえか。大体3発でいいみたいな。しまった募金がある。当たらない。よいしょ。消えなさい。めちゃくちゃなの。避けるね。カウンターストリップ食らってない。なんだなんかコウモリみたいなの使ってる。スズ、あ、ノブシさん、はい、ここはもう平気みたいです。私たちは引き続き町の人を守りながら戦います大丈夫、私たちがついてるから。女性、うわー邪魔じゃーい。やせん。ゲッターの異名を獲得。ゲッタートマホーク。どういうこと。痛い。何コンボだ。取ってる。ウサ耳もいるんだ。ターゲットがおかしいな。向こうに向いちゃうんだけど。
クルーなターゲット。ダメだ、向こうから倒すか。どこ向いてんだ。こいつ向いてんのかな。いいぞこれ。なんだ今のレベルか。腕力アップ。いやん。あと一人。いいの入ってんな。あ、ウサ耳メイドいなくなってる。かっこいい今の。かっこいい。カウンターストリップかっこいいよ。いるいる。いきなり取らんでいい。我の勇姿を。ヤクザやられてる。ターゲットが来る。行くぞ。え、なんかこのヤクザってなんか女みたいな声がするような。あの見た目で女なのか。それとも敵が女なのか。あ、このウサ耳か。ウサ耳モード。あ、ウサ耳じゃなくなってる。かわいい。勝手に倒すな。あいつか。もう勝ち目なくないこいつら。鍵足かまでしたのに一般人にやられるって。ケイコ誰。名前ついてるけど。あ、無事だったんだね。秋葉原とかオタクとかあんまり好きじゃないけど、あなたのおかげで学ぶも構成してくれたし。あ、あの彼女か。協力するわよ。あんなサブミッションのコマで出てくるのか。学ぶ。あ、君か。僕だよ、学ぶんだよ。いや、今はしがない、ただの学ぶか。
だけどコスプレは稽古に内緒で続けてるんだ。はい。秋葉原は僕にとってコスプレの聖地、守り抜くよ。構成してる。借金取り。おう、無事か。鍵足やらないようやら、わけのわからん連中に。わしらの島荒らされちゃたまらんよな、兄弟。お任せしますよ。だから関わらないでください。君は運がいいな。1000円でいい品を入手した。ちょっと、やめてくださる。話しかけられない。邪魔しやがる。めっちゃ首振ってる。まだ生きてる。買うよ。こいつがブーツだ。ん？呪われし者の異名を獲得。あ、出た。コッソムって。それってモッコ。邪神コッソム。お、ついでに。やったぜ。3万円、いいね。ん？バトルフリークス、桃福。メイドまみれ。屋上だっけか？ジャンク通りだ。タクシン。来たか。早速だが、三種の神器を渡してもらおう。おお。これだ、これだよ。まずはフィギュアだが、ん？邪神コストももらっていいのかな？しょうがねえな。もらった。あれ、めっちゃいい声だな。次に PC だが、ん？中古ノート PC をもらっていいのかな？しょうがねえな。最後に同人誌だが、ん？まさか気になる棒よ。ついに手放すときは。もらった。それ BL ですけど。隙あり。隙ありって。私が受け取るのは、ああ邪神コッソム、ああ中古ノート PC、ああ気になるボーイ、来いよ。以上の3つで良いのだな。どの3つだっけ？聞いてない。オタクの異名を獲得。素晴らしい。これだけのものを集められるその情熱。よし。君も立派なオタクだ。ああ。ではまた何かあったらよろしく頼むよ。よし。ああ。こんなんでいいんだ。あは。グレイト。ケプラーか。そうか、露天商から集めるのかな、ケプラーって。
タクシン。バトルフリークス。自分と戦ってほしい屋上にて待つ。いや、暑苦しい依頼ですまない。自分は主に揉め事解決を生業としているものだが、秋葉原に便利屋というものがいると聞いて興味を持った。 しかもオタクと噂されるノブシというやつがめっぽう強いという。特に支援はないし、どっちが強いのかはっきりしようぜというような少年漫画雑誌的な考えもない。ただ興味本位で申し訳ないんだが、自分と戦ってみてほしい。手加減はしない。はい、決闘罪。どこや？やつか。桃福。お。来てくれたか。早速だが、もう準備はいいのか？変な趣味ですね。分かってる。残念ながら自分は変人だよ。だが周りを見回してみろ。買い物、情報、交流、すべてがインターネットで完結する世の中だ。確かにインターネットは非常に便利なものだが、人と人との触れ合いが失われようとしている。このままでいいのか？ああ、だから殴り合いをなんてバカな話だよ。ネットは手段の一つだ。そこで失われるものなんて何もない。分かってはいるんだが、ネット社会に馴染めない自分のような人間はこうして生きていくことでしか自己表現ができない。ネットが進化すればするほどね。まあ、バカな男のバカ話だと聞き流してくれ。戦わないんかい？ソーシャルディスタンスですよ。よし、来た。その場で？前田光代ルール。やるじゃないの。っていうか顔がないように見えるんだけど、目が狐目なのか。いや、あれは眉毛か。やばい。そういう油断させといて。お前、糸目かこいつ。装備が弱いんじゃないの、雑魚が。この程度の強さで決闘罪のリスクを負うなどと。ターゲットと戦い満足させることに成功した。メイドまみれ。はじめまして、私は秋葉原一の大富豪だよ。よろしくね。自分で言う。ある情報筋から君の活躍について聞いたよ。予備校をサボってまで社会に貢献する立派なオタクだそうだね。私はとても感心したよ。私はね、君のような将来有望な若者が大好きなんだね。なんだね。そこでね、私から君に何かしてあげたいと思ってね、考えたんだよ。君はメイドは好きかな？いや、失礼、聞くまでもないよね。オタクならメイドが好きなのは当たり前だよね。君をメイドまみれにしてあげよう。うちで働く30人のメイドが今日だけ君にご奉仕するよ。頑張ってる君にご褒美だよ。さあ急いで、パーティーに遅れないようにね。メイドたちが UD プラスで君をお迎えするよ。なんだこいつ。30人のメイド。こいつらか。パンツ見えてますよ。ノブ、まとめて倒した方がいいか。いって。もう破壊した方がいいかな。
メイドにもこんなに種類がいたのか。一気に行くぜ。いけ中断割り込むんじゃない。受付が短い。痛い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 。反撃ができない。助けて。わっしょいわっしょいみたいになってる。破壊されるぞこのままじゃ。ミスる。やめろ。多すぎる。やたら頭は狙われない。いい感じだで。いて。いてー。全部脱いでるはずなのに。ていうか抱き枕ってダメージ食らうのかって。柔らかそうだけど。って殺す気やん。あと何人。あのマスコットみたいなのは何なんだ。かぶるな。いけ。いていていて。何気に全員同じ色の下着なの。下着も制服の一部なのか。その符号の下で働いてるから下着も指定されている。いて。いかん、回復した方がいいな。ダメだ。もう縦にして。いきます。いて。はい。ダメか。
てえ、やばいぜ。こっ、壊れる。あー、ついに。ついに上装備が残り下半身のみ。フランスパン持ってる。うまくできん。助けて。これやり直しはまずいでしょう。